管理部長の山口です。区内の刑法犯犯罪認知件数についてお知らせいたします。区内の刑法犯認知件数の推移ですが、平成12年の1万8000件をピークに年々減少し、令和3年にはおよそ3000件にまで減少しました。東京23区の中でも減少率は一番です。地域の防犯パトロールの活動や防犯カメラの設置など、地域が一丸となって進めてきた安全安心まちづくり運動への取り組みがこうした成果につながりました。また刑法犯の内訳では、ピークとなった平成12年と令和3年を比較すると、侵入窃盗が2400件から90件と 96% も減少しています。しかし詐欺の件数を見てみると、横ばいの状況が続いています。特殊詐欺の被害件数は全国的に増加しています。特に区役所職員をかたる還付金詐欺が増えています。犯行の手口も常に変化しているので、注意が必要です。こうした状況を受け、区では特殊詐欺への対応策として、江戸川メールニュースによる情報の発信や自動通話録音機の設置の促進を行っています。そして令和3年からは、防災行政無線による特殊詐欺の注意喚起放送を実施しています。さらに令和4年度からは、青色パトロールカーを2台増車し、計3台で江戸川区内を回ります。特殊詐欺対策にも万全を期していきたいというふうに思っております。区ではこれからも区民や事業者の皆さん、関係機関などと協力し、安全安心なまちづくりを進めていきます。引き続きご協力をお願いいたします。防犯に関するお問い合わせは、地域防災課防犯防災係までどうぞ。